さあこうなったら最後の手段じゃい。これでどうじゃい。おい、えらいこっちゃ拳銃出してきたぞ。この時に防弾チョッキでまたやるけどな。もうね、防弾チョッキは用意できへんけど、似たような感じの人やったらね。似たような感じ。ちょっと待ってや。どういうこと。今メールしてるから。あー、メール。ちょっと待ってや。いや、もう、あ、間違えた、これ。いや、間違えたね。そんなんええから、早よ呼んどけて。ちょっと待ってや。今メールしてんねん。そこどうでもええねん、そのちゃんとメール打つシーンな。あ、ごめん、まだ消して。お前、ちょ、お前、全員に嫌われんねん、ほんまに。バレてるから。みんなうちは持ってるやろ。いや、そうや。でもな、前に一人だけ熊田正史のうちは持ってる。違う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 違私釣れないよ。友達な。友達なんよ。マジか。友達。シュイ。じゃあちょっとね、自己紹介とか全員でちょっと自己紹介。全員お願いします。こんにちは。ボーダーシュンさん。よ。じゃあ一人ずつ自己紹介お願い。こんにちは。こんにちは。僕は、今日、紹介してくれて本当にありがとうございます。うん、ありがとう。よく来てくれた。片敷きのおじゃれ。片敷きのおじゃれ。僕は、V や。V さん、素晴らしい。ギター取られてもお気が気やない。カツお前。カツさあ、続いて。砲弾の天才、シュガーやでーす。大阪弁も取り入れて。はい、続きまして。こんにちは、僕はジンです。ジンさん。あ、ちょっと、なになになに。いただけるの。ありがとう。こうしとこう。さあ、続きまして。はい、こんにちは。いつもお腹がペコペコなジョングクです。あ、いつもお腹がペコペコな、はい、ジョングクさん。はい、ありがとうございます。なんか食べてって後で。はい、ありがとうね。はい、素晴らしい。そして毎度スコさん、メインボーカルのラップモンスターです。ラップモンスターさん、素晴らしい。背が高いね。はい、藤山です。藤山、はい、藤山のように高い。ありがとう。最高。最高ラップモンスター。続いて、はい、はい、僕はすちこです。すちこじゃない。すちこ私。はい、僕、うん、あなたはすちこです。すちこ私。父は、僕が大阪弁が好きですから。大阪弁が好き。あなたは好きです。私好き、ありがとう。私も好き。ただ私おっさんやからね。ね、はい、僕はジミンです。ジミンさん、よいしょ。さあ、そして最後は、はい、初めまして、希望があふれるヒット、ホップホップチェイホップです。チェイホップさん、はい、ありがとうございます。素晴らしい。本当男前だ。最高。わしらほったらかしかい。何でそんじゃお前。ボーやばい、これ気をつけて、みんな気をつけて。一人ずつ撃ったれ。お前から行けだから。行けたのか。すごい。さあ、次行くぞ。おい、すごい取った。
げで。もうせっかくやからね、なんかごちそうしましょうか。あ、そうやね、うん、好きな食べ物言うて。わあ、高槻にある有名なラーメン、うん、ラーメン屋。高槻にある有名なラーメン屋。ここでやいってるんだ。ラーメン屋の。うん。そうな。うん。オチの部分ちゃんと聞いて。高槻にある有名なラーメン屋のコーラ。コーラでいいの？一本氷取る。1.5 リットル。まあ高槻の店じゃないけどうちでも出しましょうか。わかりました。1.5 リットルのコーラ。そして。たくあんの古漬け、うん、たくあんの古漬け、はい、ようそんなん知ってるね、はい、よし用意しましょう。ああ、マグロの刺身。マグロの刺身、はい、そりゃ好きなんや、はい、みんな好きやもんね、マグロの刺身はね、うん、はい、ありがとう。刺身いけるね。大丈夫、ちゃんとあるよ。はい、続いてお好み焼き。お好み焼き、エビ追加、はい。なんで小声でエビ。わかった、エビどっさり入れよう。はい、はい、はい、よし。サラダ。サラダ、はい、ヘルシーやんか。ダイエットが重要ですから。ダイエットしてんの、はい、やらんでいいよ。サラダ入れます。あ、そう、はい、じゃあヘルシーにサラダ入れておこう。 OKOKOK、ね、エビ追加でお願いします。いや、これもエビ、はい、よく聞いてください。よく聞きますよ。少し長いです。少し長い。特選の和牛、うん、フィレ肉の、うん、パイチチミ焼きの、うんうん、丼です。丼、もう言うな。で、結局最後丼ってやんた。はい、だから、うん、丼です。丼、はい、できる。大丈夫、オッケー、チミできる。はい、最後、うん、このお店の食べ物全部全部、はい、よっしゃ、じゃあ行きますよ、うん、カレーライス7丁。さん、びっくりしたよ、うん、まさかあの、人気の防弾少年団の知り合いとは知らんかったわ。友達なんよ。ねえ、だってあの、うん、曲も最近出したけどめちゃくちゃ売れてるんやろ、うん、めちゃめちゃヒットしてるよ。そうだ、ちょっと今日踊ってくんない？行ける？できます。行こうか。じゃあやっちゃってちょうだい。ありがとうね、本当来てくれてありがとう。はい、防弾少年団の皆さん、ありがとうございました。